お元気ですか、ボクシミです。今回は2024プロ野球チップス第1弾の開封動画、第5回目でございます。今回はね、事情がありましてですね、7袋で挑戦したいと思います。あのね、またエラーカードが出ることをね、期待してください。もちろんね、あのハフサインカードやラッキーカードも引きたいと思います。ではね、5回目の1袋目開けていきたいと思います。まずは1袋目でございます。横浜 DeNA ベイスターズの、大和内野手でございます。中日ドラゴンズの大島洋平外野手でございます。2袋目でございます。最優秀中継ぎの、広島東洋カープ島内宗太郎投手でございます。で、埼玉西武ライオンズの友崎修太内野手でございます。3袋目でございます。東北楽天ゴールデンイーグルスの田中将大投手でございます。阪神タイガースの青柳晃洋投手でございます。4袋目でございます。盗塁王ですね、阪神タイガース近本浩二外野手でございます。埼玉西武ライオンズの源田壮介内野手でございます。5袋目でございます。新人王のオリックスバファローズ山下俊平太投手でございます。で、福岡ソフトバンクホークスの開拓や捕手でございます。6袋目でございます。で、また開拓や捕手でございます。で、広島東洋カープの菊池涼介内野手でございます。最後の7袋目でございます。福岡ソフトバンクホークスの和田剛投手でございます。で、最後は読売ジャイアンツの門脇誠内野手でございます。以上で2024プロ野球チップス第1弾の開封動画5回目を終わりたいと思います。今回はですね、ハクサインも、ラッキーカードもあのエラーカードもね、出ませんでした。大変申し訳ございませんでした。で、サブチャンネルでね、ちょっとお休みしてたんですけどね、今回はちょっとね、急遽ね、開封動画を上げました。で、次回はですね、来週ですね、来週6回目、やりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。